さあやってまいりましょう。手持ちのつむすべて紹介し終わるまで終われません。続きましてはフラン d ライン数2で横状に積むを消していくというスキルの持ち主でございます。フランダーのなんだろうね、魚なんでゴリゴリしてそうなんだけど、あのムチムチのほっぺをこうアリエルがねムニムニーってするシーンあるじゃないですか。あれやってみたいっすね。あれめっちゃ気持ちよさそうなんですよね。魚だけどブリブリってやったらもうなんかね、赤ちゃんのほっぺを触ってるような感触になりそうな気もしますけどね。まあ今ね、うちにね、赤ちゃんがいるんですけどね。赤ちゃんがね、気持ちいいですよね。ふりふりってやってね。まだやっぱりね、ちょっと生まれたばっかりなんで、あ、そういうことか。ああ、意外としょぼいな。なんかもうちょっとダイナミックに消してくれると思ったんですけど、ああ、でもこれも初期の方のツムなのかな？使ったことがなかったんで。ね、なんかやっぱお気に入りのツムに偏る傾向があるんでね。どうしても。そうそう。で、まあちょっとね、まだ生まれたばっかりなんで、ちょっとまだニコって笑ったりとかはしないですよね。泣くときにはね、顔クシャクシャーってさせてね、うわー、泣くんか泣くんかって言うんだ、うわーって言って泣くんですけどね、もうそれはね、わかるんですけどね。うん。いやー、ね、かわいいもんですよ。昨日なんかね、膝の上にちょこんと乗ってね、あの僕は三角座りをして、その上にちょこんと乗ったらね、それまでギャーって泣いてたのに、もうね、すっぽりハマってね、クーって寝てるんですね。もうなんか、ふてぶてしく、デーンって寝てるような感じのね、本当に、それまで、その、誰かがくしゃみとかで、ハクシャとかってやったりとかすると、ビクーってなって起きてたんですけど、なんかね、三角座りしてるところ、三角座りでね、寝てたらね、全然ビクビクもしないでね、もう堂々と寝てたんでね、よっぽどハマりが良かったんでしょうね。はい。まあ、そんな話はいいとして、ああ、全然稼げてないですね。やっぱり厳しかったかな。はい。ということで、フランダーだったかな？はい。フリンライダーが合体したみたいな名前ですね。はい。ということで、2回横丁に積むを消してくれるというスキルでした。では次回。